はい、始まりました。コネクティービー、本日コインポスト代表の川見隆人がお届けします。本日は、今日もちょっと中国トピックをちょっといろいろとお話しできればと思うんですけども、内容としては、米 CPI の、発表が昨日あったという内容が一つ。で、そこと、関連するわけではないんですけど、米国関係の動きで SEC のこのゲンスラー委員長が発言した内容、これが、その市場にとってどういう感じで重要なのかというところの内容ですね。で、あと、この後、ちょっとこの下落率か上昇率とかが見ていければと思うんですけど、XRP が久しぶりにこう1ドルを超えてきたというところで、それに関連したニュースって何かあるのかっていうところを気になっている方もいらっしゃるかなと思うので、そのあたりを振り返っていければなと思います。まず、マーケットの動きですけども、これコインポストのホームページで新しく実装された内容で、ビットコインとかイーサリアムっていうのは前日比であまり大きな変動はないというところですが、24時間比で XRP が 18.21% 上昇して112円という形になっていて、これが今、米ドル建てに直して1ドルを少し上回っているような状況ですね。1ドルを上回ったのは約3ヶ月ぶりぐらい の値動きになりますが、ここに来て少し XRP が買われ始めていると。で、以前、米 SEC の訴訟でかなり下落幅を拡大させた XRP ですが、ここに来てなぜ買われているのかっていうところについて、明確な理由というよりかは、どういったニュースがあるのかとか、関連ニュースっていうところは簡単に振り返れればと思います。このマーケット自体が好調な理由っていうところの一つなんですけど、で、昨日のところ情報で出てきたのが米 CPI 消費者物価指数ですねが発表されたということで、これ特に今のクリプトの市場で注目されている金融の引き締めに関連する動きでもあるので、一応簡単にフォローしておければと思います。で、ここ内容と7月は前月比で 5.4% 13年ぶりに高水準を維持というふうに書かれていますが、特に注目したいのがここですね。前月比では 0.5% 上昇、6月の 0.9% 上昇から鈍化しているというところで、インフレのピークをつけた兆候も垣間見られ、インフレ上昇が一過性とする、FRB の認識を裏付けるというところがここに書かれていますけれども、この内容が特に重要です。で、内容としては、FRB がインフレは一時的というような見通しを示してたんですけども、早期の金融引き締めに今動くかどうかというところ、今は金余りでどんどん発行していたものを逆に金融の引き締めに動くんじゃないかっていうようなところの思惑が後退する可能性があるポイントの一つですね。で、この中で指標が発表されたことによって米株も上昇している形で、リスク志向の動きっていうのが今若干意識されているような局面が来ているというところで、これは完全に仮想通貨とか暗号資産系 のマーケットにとってはポジティブな動きであると言っても間違いないかなと思います。金融引き締めに動くというなると、米国債の利回りの上昇だったりとかドルの上昇っていうところが意識される形になるので、結構ここビットコインとかなり相関性が強かったポイントなんですよね。で、そういった意味で、リスク資産的な側面が強いクリプトの市場だったりとかビットコインの市場にとってはマイナス要因になるんじゃないかっていうような見方があったので、ここが後退したということになれば、かなりポジティブな動きとしての捉え方ということで、マーケットへの資金流入も入りやすい環境になるんじゃないかなというところは今の現状としてあります。はい。で、じゃあちょっとこちら次の今日の最新トピックについて移っていきましょう。で、 SEC の、ゲンスラー委員長がですね、仮想通貨の取引所の規制に対してさらなる権限が必要というふうに発言した内容です。で、このあたり特に今回の XRP の上昇に関しても問われているような有価証券制だったりとかっていうところの発言も出てきているので、そういった側面からも見ていければなと思います。で、今回 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長がですね、SEC のトップの方ですが、エリザベス・ウォーレン上院議員が送った仮想通貨とかの取引プラットフォームを規制してしっかりと取り締まったりとか、あとはそのしっかりと管理下に置くような動きをするときに SEC の権限がもっと必要ですかっていうようなところを明確にしたいというような質問状を送っていたものに対して回答した内容です。今回発言した内容でここに書いてあるんですけども、個人的な見解として法整備の優先度が高いのは仮想通貨取引、貸し付け、DeFi などであると。
というふうに書かれていますが、このプラットフォームに対してのこういった米国市民とか米国の居住者がですね、取引とか貸し付け DeFi とかを行っている中で、さまざまな法律が絡んでくる可能性があり、SEC としてはこれをしっかり取り締まる上では権限が必要ということを明確にしたというところです。で、今バイナンスとかでもグローバル展開をバイナンスのグローバル展開をしている取引所に対して各国の規制当局がですね、少し取り締まりを強化したりとか、かなりちょっと懸念視しているような見方っていうのが出てきているというような状況がありますが、SEC としても米国市民に対してこのグローバルの取引所ですか DeFi の取引所などからに対しなどですね、こうこの幅広いクリプトを扱うような取引所に米国市民とか米国の居住者が簡単にアクセスできる状況っていうのはかなり問題だよっていうところは以前から見解を示してまして、これに対して具体的な動きとか法的な整理を行っていくような動きに発展するんじゃないかっていうようなことが見て取れるような内容なんですね今回で。今特に有価証券の問題とかこういったクリプトの取り締まりの問題っていうのは米 SEC とで CFTC、コモディティとかを扱っているで CFTC とで、主張がかなり異なっていて、どっちがどういう形でそこを取り締まるかとか、どっちが権限持ってるかみたいなところっていうのが、なかなか定まっていない状況があるんですよね。でこれが今、米国内の、クリプト のビジネスに若干影響を及ぼしたりとか、ビジネスをする側として正しい判断がしづらい状況になっているというところで、問題視されているポイントにはなっているんですけど、ここを決めていくっていうのはどこかというとやっぱり議会、法律でどういう形で整備していくのかっていうところが、主なポイントになってくると思うので、こういった質問状に対して SEC の発言ということが出てきているというところはかなりマーケットとして今後重要になってくるニュースかというふうに思います。先ほどもお話したように有価証券制の問題についてですね、今回ゲンスラー委員長も改めて発言をしていまして、内容としてはここですね。多くの仮想通貨が未登録有価証券に当たる可能性があるっていうのを改めて主張して、その有価証券をどう判断するかの基準は明確だということをコメントしています。この中でこういった有価証券、SEC の中ではどれが有価証券かっていうのはある程度も判断基準があるよっていうところを発言として行ってるわけなんですが、それを基準に考えるとですね、幅広く取引通貨を扱っているようなグローバル系の取引所ですとか、簡単に上場ができる DeFi、DEX ですね、分散型取引所の取引に対して米国市民っていうのがアクセスするということは、今後こういった側面から見ると問題になる可能性があるということで規制の必要性を訴えているというところが背景にあるかなというふうに思います。先ほどもお話ししたように、この有価証券制でも SEC と CFTC の見解っていうのはかなり異なってまして、で SEC は有価証券として規制する機関なので、それぞれ その法律に照らし合わせたりとか、それぞれの基準に照らし合わせて判断しているというような状況があるので、この部分がちょっと日本とかとは違う動きになってるんですよね。 SEC はこうゲンスラー委員長を筆頭にこういった形で有価証券制に対しての懸念、一部の仮想通貨がそれに該当するんじゃないかっていうような発言をしてるんですけども、 CFTC はですね、これ、ちょうど最新の、6日のニュースなんですけど、ブライアン委員ですね、これトップではなくてその下に所属する委員の発言、結構委員といってもかなり権力があるので、この無視できない発言にはなるんですけど、ブライアン委員がですね、商品が小麦であれ金であれ石油であれ暗号資産であれ、 SEC には純粋な商品はコモディティやそのエクスチェンジに対しての権限は持たないというような発言をしていると。これに対して元 CFTC 委員長とかもこのジョン・カルロのですね、委員長も支持する立場を表明しているというような状況があるように、こういった形でちょっとあれですね、仮想通貨をコモディティとして見るっていうのが CFTC の中では一部出てきているのと、対象に SEC としては有価証券出てると、ここかなりまだ揺れ動いているような状況があります。でこういった発言がでも6日に出てきたっていうことが、若干 XRP の高騰にも影響してるんじゃないかっていうような見方はやっぱありまして、やっぱり SEC の主張が今までかなり強かったですよね。そういった中で CFTC の委員長がこういった発言、委員がですね、こういった発言をしてきてるということは、発言的にも、今こういった個人レベルでいろいろな見解が出ているような状況があるので、SEC の発言だけではなくて、より幅広い見方として
クリプトの市場っていうのを見ていく投資家としては、まあ、ここの XRP の若干の買い戻し上要因になってるんじゃないかっていうようなところにつながってる可能性があります。これやっぱここの CFTC が発言するようにですね、このコモディティとして幅広く全ての暗号資産が該当した場合は有価証券性は問われないので、そういった意味でのこの発言っていうところが XRP の今の高騰に若干関連してるんじゃないかなっていうふうに思います。日本もですね、ここの有価証券のとして扱われてるわけじゃなくて、まあ、法律的な仮想通貨としての区分が行われているので、まあ、こういった今日本では有価証券性の問題っていうのは発生しないんですけど、このあたりこういった形でクリプトのアセットがどういう形で判断されるかっていうのが今米国の市場で特に注目されていると。面白いなと思うのがこの CFTC のこの委員はですね、こういった発言をしてるんですけど、 CFTC の会長はですね、イーサリアム 2.0 の新通貨が有価証券に該当する可能性があるというような発言をしてまして、 POS の通貨が有価証券に該当する可能性があるよというところが、全てのクリプトが有価証券に該当しないわけじゃなくて、該当するものもあるよっていうような発言をしてる人もいるんですね。ここ会長なんですけど、まあ、トップですね。そういった意味でCFTC の中でも発言が揺れているというところで、まあ、一概に1個のニュースだけで判断するのはかなり危険な状況にあるので、まあ、そういった幅広く情報を見ていく必要性があるかなと思います。 POS がなんで有価証券に該当するかっていうところなんですけども、 POW の場合はですね、普通の石油などと同様に何かをこうアクションを起こしてそれを掘って獲得するような動きっていうところが、まあ、若干コモディティの性質に若干似てるんじゃないかっていうような見方を示しているというふうに見られています。で、POS の場合はこう担保を抵当してそれに対して利回りみたいな形で得るので、その有価証券性に近い証券に近いような性質として見られる可能性があるというところを、多分この CFTC の会長としては根拠に挙げているんじゃないかなと思います。こう今の有価証券性っていうのはクリプトの市場で XRP で影響が受けたようにですね、他の通貨にもこの影響が波及する可能性もあるので、まあ、この CFTC と SEC の今のこの状況っていうのが全然異なってるよっていうところの進展については特にマーケットに重要なポイントになるので、このまあコインポストも毎回こう追っていきますけども、情報としてはキャッチアップしておいた方が投資家の方はいいかなと思います。で、まあ、実際ちょっとまたこの XRP のまあ裁判についてですが、裁判は厳密に言うと進展としては明確にはなってないですね。それぞれの主張が行ったりとか、それぞれがどういった処理を提出してほしいっていうのを行っているような段階で、どちらが優勢かっていうのは全く判断できないような状況で、さらに裁判自体もまだ長期化するっていうような見方があって、今年中には決着しないんじゃないかっていうような見方も出ているので、このあたり、まあ、すぐに XRP の問題が解決するかというと、まだ長期とか中長期で見ていく必要性がある問題かなとは思います。まあ、昨日ですね、日本の中で暗号資産系の税制改正要望が出されました。これ JCBA が主導して、日本の規制団体である、まあ、JVCA と共同要望書として提出したものになります。この税制改正として、まあ、主に挙げているのは分離課税の 20%、最大 20% の申告分離課税として、まあ、損失繰り越しとかもできるようなもの、証券とかの取り扱いと同じような税金にしていきましょうというところを要望書として提出しています。で、今年が初めての動きではないんですけども、まあ、こういった今今年はですね、結構、まあ、自民党とかとブロックチェーン関連で動きがあったりですとか、まあ、政治に対してのアプローチっていうのも徐々に出始めている年ではありますので、こういったところに対しての訴求力っていうのは若干これまでの年とは異なって拡大してきてるんじゃないかなというふうに思います。この発言の中、まあ、要望書の中では、まあ、アンケートが取られたものを根拠にですね、推定 52% 税収が上がるよというところを内容として盛り込んでいました。で、まあ、52% なぜ税収が上がるかっていうと、今のまあ申告というか、まあ、税金の申告を行ってない人とか、あと含み益で持ってる人とかに対しても、こういった税制改正されることによって確定していくような動きっていうのがより動きとして活発になるわけですから、まあ、そういった意味でもこういった申告分離課税の必要性を訴えているというところですね。で、やっぱりこう株式とやってる投資家の方は分かりやすいと思うんですけど、まあ、特定口座とかですね、自分で税金の申告をしなくても、その取引所とか証券会社とかがから申告できるような流れとかっていうところもあったりとかするので、今だとまあ仮想通貨の税金の通貨みたいなのを使ってかなり複雑じゃないですか。そういった意味でもこういったこう税金の
動きですとか、それをどういう形で申告していくかっていうような動きっていうのは、トリピオ主体でもよりその整備されていくんじゃないかなとは思いますね。もちろんここはかなり期待したい内容にはなりますけど、こう最後、2020年度の税制改正の実現の可能性はというところですが、実現可能性はまだ探りかねているというような状況ですが、各関係各省ですね、で説明をしてできるだけ早く実現したいと考えており、その可能性を高めるべく動いていきたいと。JCBA の税制部会長の会長である、クリプタクト代表の斉藤学さんがこういった形で質疑応答に答えておりました。で、今日はちょっと米国の動きからちょっと税制に関しての内容をお話しさせていただきましたが、結構こうニュースの側面から見ても、ここからの発展でどういう形で重要性を帯びるかっていうのはすごい注目のニュースがかなり最近出始めているので、かなりこう難しいトピックだったりとかするところもあると思うんですけど、なるべく分かりやすく解説していきたいと思うので、動画を見て一緒にこういった今後の展開をクリプトのマーケットとともに見ていければなというふうに思います。本日の動画はこちらで以上となりますが、面白かったなと思う方とか動画を応援したいなと思う方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。本日はご視聴いただきありがとうございました。